皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、キャッチコピー作りが苦手なあなたへ、少し変わった切り口から作り方教えます。というタイトルでお話をしたいと思います。キャッチコピーは作るのが難しいっていうお話をよく聞いていて、私のクライアントさんとかにも定期的に数ヶ月に一遍くらいかな、定期的にキャッチコピーの作り方とかセールスライティングとかコピーライティングっていわゆる文章で人を引きつけ方とかを教えたりするんですけれども、コツってすごくいろいろあるんですよ。物理的なコツ、作り方のコツっていうのはね、あったりして、今日はそちら方面のお話ではなくてですね、どういう感覚で私がキャッチコピーを作っているかっていうことと、あとはその時に、特に私がキャッチコピーを作る時に、自分の場合はですけれどもね、皆さんのを作る時にはある程度外しちゃいけないと思っているので、あまり冒険心があるやり方で作ることできないんですけど、自分の場合には失敗しても自分で責任取ればいいだけなんで、自分の方は逆にちょっとぶっ飛んだ感じとかっていう、攻めた感じのコピーみたいなものを作ったりすることがあるので、今日はちょっとね、少し外れたところの頭を柔らかくしていただくために、そんなところのお話をしてみようかなと思ってます。キャッチコピー作りが苦手なあなたへということで、私の考え方をお伝えします。はい。ということでですね、じゃあ本題の方に入っていきたいんですけど、通常セオリーっていろいろあるんですよ。例えば数字を入れるとか、反復表現を使うとか、対比表現を使うとか、言い切り断定タイプとか、欲を煽るとか、〇〇で隠すとか、いろいろ手法はあるんです。それはそれでもちろん普通に広告業界でも使われている技ですし、王道といえば王道だし、私のメルマガタイトルにも、そういうものを使ったりとかします。で、今回は逆に今回のタイトルとかってそれを逆に使わないですとストレートに書いてるって感じなんですけど、いろいろな考え方がある中で、特にですね、私の場合にはやられたなみたいな。ちょっと読んでひねってあるみたいなところで勝負したい人なんですよ。ちょっとやられたみたいな、読んでやられたって言っちゃうようなのが本当は作れるといいなっていうふうに思っていて、若干難易度高いんですけどね。で、私が主に好きな本があって、動画で以前にも紹介したことはあるんですけど、このシリーズですね、私割と好きなの。ここに書いてあるこれ。見えますかね。はい。買った順番から言うと、最初に買ったのがこれですね。このシリーズだと。これ全部同じ会社が出してるってわけじゃないんですけど、似てるん。一緒か。PIE っていうところが出してるから一緒なのか。失礼しました。一緒でした。女性の心をつかむ広告コピーグラフィックスって言って、これいわゆる大きなポスターとかになってるようなやつのコピーとその背景とか、文章的なものもちょいちょい書いてあったりとかしているカラーですごく見やすかったんで、これまず最初に買ったんですよ。そしたらその近くにこういう本も大体置いてあって、何度も読みたいコピーの前にこれか、物語のある広告コピーっていうこの表紙にもちょっとねグッときたんですけど、やはりこれも大きなポスターとかでこういうふうにね書かれている、そちらのねポスターの内容とかとも含めて文章が書かれていて、この2冊は似てるような感じになります。で、最近これ買ったのかな、心を揺さぶる広告コピーって言って、もうほんとしまったみたいなね、広告コピーに泣かされるなんてって、これ自体がうまいじゃないですか。なんで私は最近はこれまたよく読んでたりするんですけれども、やっぱり一流のコピーライターが紡ぐ言葉ってすごく力があって素晴らしいなと思っていて、でセオリー通りに作るのってある程度一定の反応は取れるんですけれども、自分らしさっていうところをもう少し追求したい人とかは多分この領域の本とかを読むと、やっぱプロフェッショナルの人ってそういう表現するんだっていうのがすごく参考になると思うんですよね。なのでここのね帯にも書いてあるんですけど、ここですね「最後まで読んでください。人生を変える物語がきっと見つかります」っていうことで。広告コピーが、物語という捉え方をして、コピーを作っているようなタイプの文章が多く集まっているんですよ。でこれのまとめ方の面白いところが、例えばこのね領域で「ワクワク」って書いてあると、ワクワクするような勇気を与えてくれて気持ちを奮い立たせるコピーみたいな話っていうか、言葉が綴られていて、であとはそうですね「うるっと」っていうと涙ぐんでしまうような心が温まるコピーっていうことで、各々いろんなもので書かれてるんですね。「ドキドキ」とか「切なく」「ときめきのあるコピー」とかね、あとは「ハッとするやつ」か「ハッとするコピー」と「名作コピー」とかもありますね。はい、版末特集名作コピーっていうのがあって、なんかこれを読んでると、その商品ってあるじゃないですか。今たまたまここに時計があるんで、こういうね、例えば時計とかって言った時にその時計の物語っていうのがあって、よく広告コピーを書く時にラブレターを書くようにとかっていう話とかあると思うんですけれども。ラブレターを書くようにっていうところからすると、やっぱ気持ちを込めて書いていくっていう感じになると思うんですよね。でこの本のいいところっていうか、私が共感して皆さんにもそういう視点を持ってほしいなって思うものが、ストーリーになっているところなんですよね。だからその言葉遊びとか語呂を合わせてっていう、いわゆるテクニック的な感じでのコピーの作り方じゃなくて、感覚的なものとか心情的なものとか感情的なものみたいな切り口からコピーが作られているっていうのが結構いいなっていうふうに思ってて、なんか読んだ後にねじんわりくるんですよ。でそういうのってこう誰と言えばいいのかな、売ろうと思って作ってるっていうものよりもうちょっと一段上がった高尚な領域っていうか、少し次元のね高い領域での言葉遊びというか言葉紡ぎになるので、伝わる人に伝わる感覚もダイレクトにズドンっていうよりは、じんわりちゃんと胸に刺さるみたいな雰囲気になる感じがいいなと思っていて。やっぱり人間って刺激が強いものとかをずっと見てると飽きちゃったりとかしたりするんですよね。だから広告コピーみたいなものも同じような広告コピーばっかりだとやっぱり飽きちゃうんですよ。刺激が同じような刺激になるので。でその方がどういう感性を持っていて、どういう切り口からその言葉を選ぶのかっていうのは慣れてない方には確かに難しいんですけれども、その方独自の感性の言葉っていうのは私が代理で作ってあげても作れないんですよ、基本的には。その方が持ってるものっていうのをやっぱその内面から出していただくっていう形で作ると、思いがけずそれがぴったりの人にきちんと届くっていうことなんで、練習は必要にはなるんですけれども、すごいねヒントにはなるなと思って、何個かちょっとご紹介をして、よかったらね本買っていただいたらいいなと思うんですけども、例えば私この「ドキドキ」とかっていうのでね、この言葉とかもすごい好きなんですけど、ちょっと読みますね。大人には卒業がない。いつ始めてもいつまでやっててもいいってことだって書いてあるんですよ。この言葉って丸ごとまん丸コピーするっていうのはちょっとできないんですけど、例えばこの言葉って、新しいことを始めたい、教室に習いに行こう、通おうっていう人が、例えば年齢を高いから諦めたりとか、そのいろんな事情で諦める子供がいるからとか、なんかいろんな事情で諦めるような人が改めて教室に通ってくれたらいいよねっていう時に似たような感じのコピーとかだと心に響いたりとかしませんかね。なんか新しいことを始めるきっかけにするっていう時にすごくいいなっていうふうに見えるコピーでいいと思うんですよね。あとはそうですね、いろいろとあって面白い言葉とかもねあるんですけど、これもなかなか上手なコピーですね。この文章。そういえば親友も恩人も昔は他人だったっていうね。思えばあの人もほんの数年前までは名前も知らない他人だったのに、まさかこんなに仲良くなるなんて不思議だとか、まあいろいろ綴ってあるんですけどね、最後どこに結びついてるかっていうと、あの人を歓迎会、あの人を送別会みたいな形でグルナビの宣伝コピーなんですけど、上手だなとか思ってね。要はつながって最初は他人だったけれども、その人と触れ合ったことによって経験が私を作ってくれて、そう思わせてくれてありがとうっていう、その一杯、乾杯の一杯、つながる人とつながる一杯をっていうことで歓送迎会に使いましょうみたいなね、そういうコピーなんですけど、上手だなとかってね思いながら読んでました。なのでたまにですね、そのガチガチのビジネスで使うような言葉ばかりじゃないところに目を向けて、少し頭をね柔らかくする上でこういう本から言葉を拾うっていうのも非常に参考になると思うし、実は私は自分のものを作る時にはこっち系の思考から作ってます、私のサイトのコピーとかは。で響く人には響くんだけれども万人に響かないので、ちょっとね皆さんのこれで作ってあげるには少しリスキーなんですよね。はい、自己責任においてやっていただく分には大丈夫なんですけど、その代わり刺さる方にはすごいもうドンピシャで刺さるので、効果は×絶大みたいな感じなんですけどね、はい、物語的にキャッチコピーを捉えるっていう考え方を一つ身につけていただくといいなと思います。で、私この中にね入っててものすごく好きなコピーがあるので、これをご紹介したいんですけどね。ここに書いてある木々キリンさんがまあビジュアルがですね、ジョン・エバレット・ミレーの名作「オフィーリア」っていうものがモチーフになってて、まあちょっと沼みたいなところで水に浮いてて死んでるような状態になってるみたいな感じのものとかあるんですけれども、これがねなんか電通さんが作ったもので、私の中ではねなかなかに今でもこうインパクトに残っている名コピー、名ポスターだなと思ってるこれをねちょっとご紹介しようと思ってるんですけど、死ぬ時ぐらい好きにさせてよ。人は必ず死ぬというのに、長生きを叶える技術ばかりが進化して、なんとまあ死ににくい時代になったことでしょう。死を疎むこともなく、死を焦ることもなく、一つ一つの欲を手放して身じまいをしていきたいと思うのです。人は死ねば宇宙の塵海、塵っていう字ですね、塵海、せめて美しく輝く塵になりたい。それが私の最後の欲なのですっていう、まあすごくね樹木希林さんがこれを語るような絵に入ってるっていうのがもうドンピシャでって感じですね。樹木希林さんがね生きるのも日常、死んでいくのも日常っていうふうにね実際に考えているところがあって、死というものは悪いことではない。それは当たり前にやってくるもので、自分が生きるように死んでいたい、生きたい、最後はもろとも宇宙の塵になりて、そんな気持ちでいるんですっていうふうにね書かれていて、まあ、死っていうものもいろんな捉え方があるんでしょうけれども、ある意味タブー視されている領域とかをですね、このように考えさせられるというか、潔いというか、潔さってイコール美しさでもあると思うんで、そのタブー的な難しい領域を扱ってもさらりと、人にね響くように伝えることができるっていうのは素晴らしい、文章というかコピーだなというふうに感じています。でこういうものっていうのはじんわりとちゃんと人の心に響くようになっているので、小手先的なテクニックの領域とはやはりまたちょっと一線を画した違う研ぎ澄まされた領域だなというふうに感じています。なのでコピーライティングがね苦手とか得意じゃないっていう人はその型にはまって無理に作んなきゃいけないっていうところで感じてしまうところはあるかもしれないんですけれども、たまにはですねこのプロフェッショナルな方たちが作っている、それこそ心を揺さぶる広告コピーですね、こんなものを見たりするとすごくね自分のインスピレーションとか刺激されるんじゃないかなとごめんなさい失礼しました刺激されるんじゃないかなと思ってちょっとおすすめしてみたいなというふうに思いました。はいということで今日のまとめをしていきたいと思います。キャッチコピー作りが苦手なあなたへ、少し変わった切り口から作り方を教えますというお話なんですが、少し変わった切り口というのは、ストーリー物語からコピーを作ってみるというお話でした。面白いなと思ったら一つぐらいねご自身でも作ってみてもいいんじゃないのかなというふうに思いますので、是非よかったらこんな本も合わせて読んでみてください。それでは。